はい、タムさん、タムさんです。レジスマ、はやーということでね、はい、相変わらずレジスタンス、皆さんスマブラね、まあ、趣味程度にやってるわけですけども、はいはいはい、最近どうやら、スカキンとみっちゃん、五分説というものが、そう、みっちゃん強い最近、五分説説ありますよ。はい、なんかどうやら戦闘力が一緒ぐらいなんですよね、うん、で、まあたまにね、なんか撮影と撮影の間にね、僕らで、ね、対戦とかしたりするんですけども、まあ、未だにみっちゃんのスカキン、死ゆを決してない可能性があるとは。なんか五分五分ぐらいなんですよね。昨日やったら5割5割ぐらいやったんで。そうそう、なので、ね、で今回は、2人に2先をやってもらおうと。なんと何かというと、日本選手先に、2回勝った方が勝ちという戦いでございます。まあ、これはほんまスマブラのルールでも結構あんねんけども、お互いステージを選んで、2回勝った方が勝ち。もうまるシンプルなルールなんですけどね。で、罰ゲーム、負けたら VIP、 スマブラのオンライン対戦のことなんですけども、で、5連勝するまで終われまてんをやってもらいます。やばいやばいって、それ、あ、ちょ、あれ持ってくるわ。こんだけね、正式に対戦するのはね、初めてなんで ね、 そうだね、これ、じゃあまず、チャレンジャー水島さん、これいかがでしょう。これ、いや、まあ絶対倒しますよ、そんな。あ、本当ですか。はい、うん、もうここまで僕が積み上げてきたものを、まあ今日見せつけて、はいはいはい、はい、気持ちよく日本選手して帰りたいと思います。まあまあ、思うとこありますもんね、はい、散々ね、レジハウスでボコられ続けてきた。そう、このスマブラ強くないと人権ないから ね、 この家は。今、雪辱を今、果たすのに来たのかと。はい、いうわけです、ありがとうございます。絶対勝ちます。はい、じゃあ、ベテランプレイヤーの塚木の選手も、どうぞ一言。こんな雑魚に負けるわけないです。なるほど、いや、かなり気合いの入ったインタビュー、ありがとうございます。はい、いったということで、じゃあしっかり検証を上げていきましょうか。行きますか。まあ、動画見てもらうと分かるんですけども、ちゃんとキャラ通りに人が配置されております。ニチャールドイグがみっちゃん、煉獄クッパがツカキュンでございます。そして実況は私、山田くんでお願いお送りしたいと思います。行きましょう。行きます。どうぞ。さあ、これ負けた側が次のステージは選択な。そうですね、はいはい、はい、怖っ。さあ、まずポケモンリーグ、これね、右と左に台があって、まあ、使い方次第でかなり強いステージということで、これお互いね、このクッパとルドイグ、まあ、過去クッパジュニアなんですけども、まあ、割とね、まあ、親子なんですけども、どっちもね、波に乗った時の火力がめちゃくちゃ高い。もうクッパこのファイヤーであったり、はい、まあ、ルドイグはね、空中に浮かす時のコンボがめちゃくちゃ強いんで、流れを取った方が、まあ、ほんまにそのゲーム勝つかなと、考えております。危ない。さあ、このファイヤーに当たらないことが大事ね。この突進に対してどうリスクをつけるか。さあ、掴みからの上投げ、食う前、ベクエにもしっかり対応と。さあ、この相手も取って、まあ、この時点で結構ね、クッパ側が有利になってしまうというリスクは高いんですけども、振るべき技。さあ、いいですね、アイテムの処理がうまい。あ、な、やばい。さあ、緊張すんな。パーセンテージがお互いかなり緊張してる様子。まあ、なんか動きが硬いような感じがありますね。ちなみに、クッパジュニア、なぜこのキャラのからのキャラクターを選んだのかわからないと。さあ、空車暴れに上スマッシュをぶち込んでいく。さあ、反撃、いいですね。さあ、これは、なんとか避け切って、まあ、これアップデートでね、ルドイグのこの突進の威力がめちゃくちゃ上がったということで、崖足 90% ぐらいでも当たってしまってはいけないと。かなり危ないです。さあ、結構でかいタグに出ましたけども、あれはね。うわっつわ。さあ、崖足出て、崖の展開ですが、まあ、かなりルドイグ復帰は強いので、なかなか変わりづらいと。なので、上で慎重に待つパターンですね。さあ、どうか。さあ、このステージを往復するルドイグの攻撃はかなり強い。そうやな、なかなか枯れない。シャトルラン戦法、いや、しゃべれんシャトルラン戦法ですね。言ってくれ、クソー。なかなかいい反応で回避で避けましたけど、さあ、また崖の展開ですけども、やばい。さあ、これどうだ。空中エルバート、台上にしっかりと技当てていくと。いや、やりますね、お互い動きが早い。お互い結構ね、スローな動きをするキャラのはずやのに早い。うさー、ナイス。1回避を呼んで上 B でしっかりと取っていく。さあ、ここはちょっとバーストしないと困るな。クッパは割と重たいからかなり困るところであるけども、なんか、あー、ナイス。飛ぶな。飛びすぎ、それえぐい。飛ぶ、地球2周分ぐらいしたぞ今。さあ、どうだ、この差し合いが熱い。差し合いが熱い。さあ、空中上からの空中上、空中 N か、なあ、空中ニュートラル、空中ニュートラル。クッパも空上が強いからな。さあ、空下におーっとか今に呼んでいたがつかみ入らず。さあ、このルドイグのコンボがなかなか入りかけたが抜けたと。
あったな。あれもまあ一発で 70%80% 簡単にいくんでね、まあ、クッポンしかコンボ耐性がないからベクト変更ミスるとえらいことになりますと。さあこれね、弱連がねクッポンには刺さらないんでね。おっと、いい回避から崖展開。さあここ強いルドウィグ、おお、なんとか避け切って。そう、ルドウィグはほんまに空中戦が強いからね、崖外に出た時の復帰阻止がもうピカイチで強いから、他のキャラクターに比べて。その展開に持ち込めばもう正直ストックスあんまり関係ないといったところになってくるが、それを拒否するのがクッパのまあ意識すべき点ですかね。オッケー、前投げで無理か。さあ崖展開になりますが、ここねファイヤーで牽制しながらも、さあここ突進にファイヤーで、あえあいつそういいですね。未だクッパが、塚原クッパ有利状況でございます。やばい。さあここフップスの展開、これがかなり強い。あ、ミスった。操作ミスをしてしまう横尾。さあこれハンマーしっかりガードしきって、レバーガチャ早い。早なったな、レバーガチャ。どうだこれ、早くない？早なったらレバーガチャの一言。さあここなるべくダメージを食らわずにストック落としたいところですが、熱すぎる。おっ、あーやばい。うわやばい、手汗いくいいっすね、めっちゃ重い。いや今の熱いな、結構強気のタックに出たけども、しっかり当たると。さあここ軽く稼げるか、掴み返されてしまう。空前でコンボ決めていくと、火力が高いな、もう 74%。 まあ正直クッパの火力で言ったらもうルドイが 74% 撃墜圏内ですからね、わざわざ避け切らないと。さあやれ、危ない、崖の瞬間が危ない。こっち、さあ来い、空下空だ NB にコンボが刺さっていくが、横スマッシュ入らない。さあこれ空中の展開大丈夫か、まずい、一旦崖に戻って、一旦崖に戻って、あーナイス、うお来た、空下までにしっかりと差し返していく。いいですね、空下への対応が強いが、うーなかなか受けれない。さあお互い撃墜圏内パーセンテージ一緒、熱すぎる。上にハンマーが当たらない。さあ空中の展開、おーっと、なんとか避けて。さあこれまた崖の展開熱いぞ。まずい、まずい、やばー、ここはよかったよかったよかった、いい勝負やなこれ。さあめちゃめちゃいい勝負やな。まずは、煉獄塚木選手のクッパ勝利 1-0 ということで。いや第2助けられたな今のは。さあじゃあステージ選んでもらいましょうか、はい、いやもう2先なんでね、これで塚木勝ったらもう終わりっすよ。そうですよ。さあここみっちゃんのルドイグ頑張れるか。カロスステージがな、クッパの植木を届くのが強かった。まあそうですね、座右展開強いですけども、まあまあまあほんま使い方次第ってとこやな。うーん、いやいい試合ですね。いやちょっとやっぱね、あの細いところでちょこちょこ戦うのがやっぱルドイグ的にはやりやすいんですよ。クッパジュニアの戦い方としてはなかなか、やっぱそうでしょ、戦場で、戦場できちいな、これチャッチだけも大敵。これ負けたらやばいな。さあ2戦目いきましょう。まあ塚木の選手も大手かかってますから、ここは、しっかり流れに乗って取り切れたところでありますが、これはねクッパジュニア有利なステージだと思いますんで。さあまずはまた崖の展開から、弱1段からの横強は入らず、空下崖に落ちていくパターンね。おっと上スマッシュ危ないが、この空下からダメージ入ると思いきや何とか回避でうまい、ね、さあダウン展開に横ビーで突っ込んでいくか、何もなく、ナイス、空中前で前ベクヘンに対して空中前をしっかり差し込んでると。さあこのまず崖の展開、ジャンプがない、これナイスな復帰でしっかり返っていく。ちょっと残尿みたいなダメージを当てて、また崖の展開、危ない上スマッシュ見えたが、なんとか間に合っていく。さあ上スマッシュ届かない、まさかの、あそれ当たるのか、どう空中した。さあ依然ジャンプがない状況だが、なんとか避け切って、うやべ。さあここ強い、これさあしのぎ切れるか、オッケー、おっとなんとか間に合って崖の展開、また熱いっすねー、上サッシュ、クッパ思い飛ばないですね。むちゃくちゃ5秒大寄りの空前から、さあこれね、これはバックバックなんじゃない、これ敵を取れた、おでっかラッキー、もう言われなかった、さっかのシャーやってもたな、それはもったいないが、まあとりあえずここストック溶かしたいところ、相手のうわーっとハンマー届かない、あー自滅されていく、これ実はルドウィグ選手変えない、変えたくないあれあれ本来変えて取れるはずですが、まさかの帰ってこれずということで、まだあるよ、全、さ、ストックがね、
いや、いいコンボ。1個丸ごとなくなってしまいましたが、ここ頑張ってほしい。クッパバリュー、バリありがたいね、今の。さあ、ダウン展開。崖、これなんとか仕留めたいが、空下暴れが強い。ミスティック空中のように、空中前、爆弾からのコンボ、火力が高い。ウェビー、なんとか避け切って横スマッシュで反撃。さあ、98% からどうだ。さあ、どうだ、これはクッパ戦優勝王手つかきの選手、それに対してムン選手はどうなるか。ダイブレッド横 B でしっかりと火力を取っていくと、空中前でナイスジャンプを勝っていくが、ウェビーでしっかり復帰できます。ルドリック選手は横 B を使った瞬間にジャンプが1個増えるんでね。さあ、ダイブどうだ。おーっと、ベクトル変更でしっかり耐えていく。偉い。 140% ギリ撃墜圏内ではない、撃墜圏内か。もうこれは危ない。ウエスマッシュどうだ。まだ死なない、まだ死なない。あー、いらなかった。さあ、これどうだ。ウビがナイス、しっかり勝っていくの。さあ、やばいやばいよ、やばいよ。1ストックですが、さ、絶対絶対ウエスマッシュバーストー 2-0 終わったー。選手の勝利でございます。おめでとうございます。これは乾杯ですね。いや、もったいなかったけどな。いや、2ストメがちょっとな、1ストメもだって。いや、もったいなかった。ミスったね、普通に。あ、いやー、ということで、お互いね、そういうさんが繰り広げられた2人に拍手ということで、ガチのガチでやったら、ガチじゃない、ガチのガチじゃない、仕方がない、仕方ない、仕方ない、ミスもありきやもんな。全く喋ってないもんな、2人ガチで緊張してたよ。いや、緊張したな。よかった、赤てて、いい戦いだったね。1戦目は特にね、ギリの戦いでしたから。ということで、じゃあ、みちゃんさん、VIP で5連勝企画お願いします。お願いします。はい、頑張ってください。これいつやったんですか。いや、まあ明日、いや、精神が整えばですけど、近々、うん、まあ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 、近いうちにやりましょう。やりますんで、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございました。第1回レジスマ大会、優勝は塚健選手ということで、ありがとうございました。いやー、マジか、やっちゃったー。いやー、なんとかだやっちまったね。地別なれなかったら勝ってたかもしれんな。やったのね、流れは持ってってたからね。そうですね。まあ、ピロートークはまあ、とりあえず、まあ、あれありましたね。まだ、後日、後日談出しますので、はい、はい。じゃあ、次回のレジスマ大会をお楽しみにということで。はい、バイバイ。ありがとうございました。いやー、おもろかったなー。ミスったー。ミスった。